どうも、ヨシーと申します。よろしくお願いします。今回の動画なんですが、無料のバイパスツール、バイト M8 アクティベーターの紹介をしたいと思います。ちなみにこちらのバイパスツールは、iOS15 から 16.7 までが対象になります。毎度お話している注意事項です。脱獄や非推奨ツールのインストールは自己責任でお願いいたします。それでは作業をやっていきましょう。それではダウンロードからやっていきましょう。こちらですね、バイト M8 かなって、まあ多分そう読むんでしょう。そのツールのダウンロードからですね。どうやらこれ、ブロークエラムディスクのチームが関係しているっぽいですね。ブロークエラムディスクでバイパスができなかったやつが、今回こっちでできるようになってるのか、それがちょっとね、わからないんですよね。まあ、そこら辺ちょっと検証していきましょう。下の方行くと、ここにダウンロードするボタンがあるので、こちらを押します。はい、OK。これで、ダウンロードします。続いてですね、脱獄する、ツールですね。毎度おなじみ、ウィンレイン、こちらをダウンロードしていきます。で、2.0 が出たんですよね。で、2.0 をダウンロードします。はい、OK。ダウンロードできました。あと iTunes も入れといてくださいね。念のためね。このバイト M8。これも、回答するとまた、削除されちゃうので、リアルタイム保護をオフにします。設定から、更新とセキュリティ。Windows セキュリティで、セキュリティを開く。で、ウイルスと脅威の防止で、ウイルスと脅威の防止の設定の設定の管理で これを、オフにします。これで OK ですね。でこれね、勝手にねオンになっちゃう場合があるんで、一応ここら辺に置いときますね。で、あ、ほら勝手にオンになった。なんでオンになるの勝手に。バイト M8、これを回答します。はい、OK。で、それではウィンレインを起動させます。iPhone X の iOS16.7 ですね。で、ウィンレインの 2.0 前、以前使った時は 1.1 だったんですけども、バージョンアップして 2.0 になって、ルートフルが使えるようになりました。でも今回ルートレスでやるので、あ、これは関係ないです。こちらルートフルにし、あ、ルートレスにして、で、ネクストを押します。で、なんかいろいろ出てきてるね。まあいいか、 OK 押します。で、スタートを押します。電源ボタンとボリューム下ボタンを押して、電源ボタンから指を離す。OK。で、放置。大丈夫そうだね。これで OK です。これでダウンを押して、で、これも一回消しちゃって OK です。そしたら、さっき回答した、バイパスツールを開きます。OK。
これ一回抜き差しした方が良さそうですね。抜き差し OK、 ちゃんと読み込まれてますね。でスタートバイパスと。ああ、やっぱ今回もあのシリアルナンバーをこう登録してくれよっていう風に出てきましたね。でシリアルナンバーをコピーして貼り付けて、でレジスターかな。でOK レジストしましたよって出ました。じゃあバッテンで消して、でもう一度スタートバイパスと。バイパス成功です、エンジョイって出てますね。楽しんでっつって。え、早くね。わい、来た、早い。まあね、今回もモバイル通信はできないね、おそらくね。成功です。 iOS15.7.9 ですね。 iPad mini の方、前回ブロークエラムディスクでは、うまく動かなかったデバイスですね。これでできるかやってみましょう。よし、じゃあ抜き差しします。 OK で、スタートバイパスと。やっぱエラーって出ちゃったね。アクティベーションレコード、やっぱダメっぽいね。これってバイパスするだけのツールかなと思ったんですけど、今これまだ脱獄してないんですね。ノーってなってるじゃないですか。でこのブートデバイス、これ押すと、これDFU モードにしてくれって書いてありますね。あ、おいお、え、これウィンレインいらないんじゃね？これウィンレインいらないんじゃね？ちょっと待ってね。これで一回やってみようか。で、スタート。電源ボタンとホームボタンを押して、電源ボタンから指を離す。ウィンレインいらなかった。ウィンレインいらなかったよ。おい、こいつ優秀じゃねえか。で、ダウンをして、で。チェックデバイス、コネクテッドトゥデバイス、一回抜き差しした方がいいかな。抜き差し、あーでもなんかやっぱあれだね、ドライバーがおかしくなっちゃってんね。やっぱあれだわ、ウィンレインはこういう時に必要だわ。でウィンレイン起動させて、これね、あのドライバーがね、脱獄する時に変別のドライバー当てるんですよね。で当て終わったら戻すんですけど、なのでこのフィックスドライバー、これを押すと、ほら表示された。ウィンレインはフィックスドライバーを使うために必要だね。
で、これでスタートバイパスと。エンジョイと。あ、一回これ脱獄したので、あ、一回これバイパスしたので、今はあれでしたね。シリアルナンバーを入力せずとも、バイパスできましたね。いけたね。オールインワンだね。脱獄もバイパスもこれ1個で一応できはする。でもさっきみたいに、うんうん、ちょっと今喋ってるから待ってね。さっきみたいに、まあそのドライバーがおかしくなっちゃって、デバイスが認識しなくなっちゃうってことがあるので、あのフィックスドライバーっていうウィンレインのフィックスドライバーをポチッと押せば、ちゃんとしたあのドライバーが当たるようになるので、そのためにでもウィンレインは必要かもしれないですね。え、いいじゃん。これ押せばこれ押せばいいのかな。クリックヒアーってある。クリックしてるけれども何も起こらないね。もう一回抜き差し、これ押せばなんかなると思ったけど何でもならんな。やっぱりウィンレイン様々です。で、フィックスして、はい、フィックスありがとうございます。え、でも脱獄できてね。あ、だんだんできてる。あ、びっくりした。で、スタート押して、で、まあ、これは初回なので、シリアルナンバーの登録が必要と。OK。で、スタートバイパス。できましたね。ということで、バイト M8 についてやってきました。私の方で動作確認した結果をまとめてみました。それがこちらになります。 iPhone6S から10まで問題なくできました。iPad はちょっと所持してる数が少ないんですけども、参考までに見てくれればと思います。その他のデバイスに関しては私の方で試せてないのでどうなのか分かりません。ブローケーラムディスクでバイパスできなかったデバイスでも、まあ、念のため、まあ、試しで藁をもすがる思いでバイパスやってみるっていうのもいいかもしれませんね。皆さんのコメントのこのデバイスでできましたっていう報告、いつも感謝しております。今回もこのデバイスでできましたっていう報告いただけたらありがたいです。今回取り上げたツール以外にもちょっと紹介したいバイパスツールいくつかあるんですけど、ちょっと私の編集がちょっと間に合ってなくて、ちょっと遅れております。申し訳ございません。近々また新しいバイパスツールをご紹介しますので、次回の動画も見ていただけたらありがたいです。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。